責任は私にありますと。政府が渡航中止勧告を出しているロシアを事前に党に報告せず訪問していた日本維新の会の鈴木宗男参議院議員が今日帰国し、馬場代表と藤田幹事長に釈明しました。鈴木議員はロシア訪問の意義を強調しましたが、藤田幹事長は許可なく渡航したことは党の規律に反するとして、明日党役員会を開き、鈴木議員の処分を検討するとしています。